はい、皆さんこんにちは、桑原瀬です。いやー、一体今は何時ですか？何時ですか？現在、これちょっと皆さんに言う前に、今自分の周りがどういう状況か説明します。まずここ公園です。ちょっとね、これから歩き回りたいと思いますけども、まあ、子供たちがまだ元気よく遊んでます。奥の見える方ではバレーボールをしている人がいたり、まあ、犬の散歩をしている人がいたり、魚釣りをしている人がいたり、まあ至って、普通の日常的な感じの光景なんですけども、実は現在の時刻9時、朝の9時じゃなくて夜の9時です。今日2022年6月21日は夏至、1年間で一番日が長いという日です。英語ではサマーソリティスって言うみたいなんですけども、いやもうね、冬はびっくりするほど日が落ちるのが早くて、ここ今アメリカ合衆国のアイダホ州なんですけど、この夏夏至6月21日現在9時で、めちゃくちゃ明るい、太陽もまだすぐそこにあるし、あとね1時間近くはこのまま太陽が出て、ようやく10時半くらいになったらこう暗くなってくんじゃないかなって思います。ちょっとね、この異常なアイダホの夏、まあアイダホはね、どっちかっていうと北半球で、まあまあ地図を見るとだいたい北海道と同じくらいなんですけども、おそらく北海道もそこまで日は長くないと思います。ちょっと後で調べて北海道の日没の時間をここに載せます。これが北海道で、今自分がいる場所がこの時間。いやー、地球って面白いですね。いやなんかね、せっかくこういう機会なんでちょっとビデオ作ろうかなと思って、やっぱまずなんでこうなるのか、まあ、具体的なことはね、僕は専門家じゃないんでわからないですけども、まあとりあえず、まあ、太陽の周りを地球が回ってるっていうのと、あと太陽の日照角が地球が少しずれて自転してるんで、その影響で、まあ、夏は日が長く、冬は日が短くなるみたいです。まあ細かいことはさておき、まあね、今この時間を使って、この9時っていうね、アメリカのアイダホの時間がどんなものかっていうのをちょっと皆さんに見せたいと思います。じゃちょっと散歩してみましょう。まずね、太陽はこの角度です。まあ地平線から、そうだね、15センチくらい上なのかな。結構眩しいです。でね、これ見えるかな、こっちの奥の方でね、バレーボールをしてる人がいるんですけど、見えた見えた、もうみんな全力でこの夏っていう時間をね、楽しんでますね。そこでもバレーボール、見てください、この子供たちの数。9時ですよ、9時、子供はこんな夜遅くまで遊んではいかんっていう両親ももちろんいなく、もう両親も、もう子供が疲れるまでバテバテにさせてるっていう、もうみんな全力で遊んでますよ。すげえ、本当に
これ見ますか、これね、もう音楽に夢中中っていうね。いや、9時だよ、9時、信じられないわ。けどね、いろいろまあ今日調べてみました。このね、夏至ってもんがね、この世界中の人々にとってどんなものかってね、自分なりに調べてみて、まあ、本当に国によっては本当にこの日をすごく特別な日ってしてる人もいるみたいですね。やっぱり1年で1日中日が長いっていう、やっぱりすごく特別なね、意味が込められてるんで、なんかすごいね、こうパワーをもらえる日みたいです。まあ、かといって自分がそのパワーをもらってるかって言われたら全く分かんないんですけど、まあ、とりあえず日が長いからできることが多くなる、で寝る時間はもちろん短くなるけどね。いやー、もうアイダホのね、冬はね、激寒だったんでね、最高ですよ今。もう気温はね、だいたい今25度とか6度とか、すごくちょうどいい気候ですね。もうね、面白いですね、この日が長いと人の行動時間が長くなる。これね、人間だけじゃなくてね、動物もそうですよ。今鳥が飛んできましたけどね、池、もうね、釣りしてる人とかね、いやー、もうめちゃくちゃ伸び伸びしてますよ、夜の9時なのに。もう今日はね、もう日が沈むまでちょっととことんちょっと動画を撮っていこうかなと思います。せっかくなんでね。こんだけね、天気がいいとね、もうバイクも最高ですよ。まあ、とりあえずね、ちょっと今自分の奥さんを家で待たせちゃってるんで、ちょっとこれからね、家に帰宅したいと思います。まあね、自分の奥さん今妊娠中なんで、自分もね、あまりこう調子こいて外で道草食ってると怒られちゃうんでね、ちょっと旦那らしいことをして奥さんのそばにいたいと思います。いや、にしても信じられないね、これ本当に。何回も言って本当申し訳ないんですけど、日本人から言ってね、この感覚は不思議すぎてしょうがないんでね、ちょっとこれはどうしてもビデオで残したいなと。もう2週間、いや、もう6月が始まった時からもうワクワクしてこの動画を作るのに。よいしょ。それではお家に帰りたいと思います。はい、まあね、ただいまの時刻はと言いますと、10時、まあ、5分を過ぎようかなというところですね。まだ明るいです。まあね、残念ながら明日朝早いんで、そろそろ寝たいと思います。
けど10時過ぎてもこの明るさ、ライトがなくても外を普通に歩けるっていうね。もう猫も、猫もまだ眠れてないですね。黒猫ですね。いやまあねこれがアイダホの下宿です。猫ちゃんもおやすみなさい、お家に帰りなさいよ。てなわけで皆さんもこの夏、せっかくね日が長いんでね、どんどん楽しいことをねやってったらいいんじゃないかなと思います。2022年の夏はね今回限りなんでね、全力で楽しんでいきましょう。てなわけで皆さん今日も一日お疲れ様です。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。